石川県石川軍の範囲石川軍は石川県にあった軍。現在の金沢市の中心部が当軍に属しており、石川県や金沢城石川門の語源にもなった。軍としての人口密度は消滅時点で全国2位だった。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は現在の下記の区域にあたる。823年に 加賀国設置と共に成立。加賀軍から分置し、加南軍と呼称した。後に、加南軍は廃止され、石川軍になる。軍域は、手っ取り側北浅野川以南。明治初年の五町三百二十四村一、松藤町二、上金石町三、下金石町四、三河町五、鶴木町六、東島村七、福留村八、河野村九、長屋村十。 笠間村11、笠島村12、市木村13、出城村14、三たらし村15、朝日村16、安原村17、高村十八、18、中奥村19、林中村20、山東村21、関、旗村22、林村23、倉山村24、河内村25、吉野谷村26、北井村27、 富奥村二十28、野の市村二十九、29、おしのむら30、さんばむら31、とがし村三32、野村ら33、内川村わむら34、さい村わむら35、ゆわく36、さきほ村37、米丸村38、てんにつか39、大野のむら40、といたむら41、くらつきむら42、弓みとりむら43、片津村44、あ崎村。 ありがとうございます。